はい、どうも中山農園です。今日は草刈り機の付け方と刈り方について紹介していきたいと思います。やっぱりこうみかんとか梅とか果樹栽培している時に絶対草っていうのは生えてきてしまうので、それをもうほったらかしにしているともう作業もしにくいですし、やっぱりこう木に覆いかぶさってきたりして雑草でこう覆われてしまうというようなことがあります。そうなってしまうと木が光合成できなかったり、もう最悪の場合日陰になってしまって草に覆われてしまって枯れてしまうというようなことが起きてきてしまいます。まあ、そうならないためにもこう草刈りをやって草の高さを抑えてあげて、あと木との養分競合、肥料の吸い合いもしたりするということがありますので、それをなくすために草刈りでしっかりと刈ってあげるっていうのが大事かなと思います。まあ、この草処理する方法としては草刈り機を使うか、あとは除草剤を使うかということで、2種類あると思うんですが、まあ、草刈り機の場合、ああいった少し背の高い草、ああいう草をが畑一面にあるなってなった時には除草剤で雑草を処理してしまうと、やっぱり木にかかってしまったりする危険性があるので、まあ、木にかかってしまうと木が枯れてしまったりすることがあるので、草が高い場合は草刈り機で一回刈ってから除草剤を使うというような方法が一番いいのかなと思います。なので、そういった時に使うための草刈り機の使い方を今日は紹介していきたいなと思います。まずはじめに、付け方を紹介して、その次に注意点、草刈り機を使う時の注意点、あとはまあ実演といったような順番で紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずは付け方なんですけども、こちらの草刈り機、ゼノアっていうところのメーカーの草刈り機を僕たちは使ってるんですけども、これのエンジンの付け方を紹介していきたいなと思います。まずはじめにガソリンですね。ガソリンは混合油というものを使ってます。ガソリンにこの2サイクルエンジンオイルを混ぜて使ってるんですけども、割合は50対1の割合で混ぜてます。ここに早見表ということで 1リッターあたり 20ml のオイルを入れてくださいというようなものが書いてますんで、これ通りに作っていってもらったらなと思います。でこれを入れたガソリンっていうのは色がこう青っぽく変化しているので、入れ間違いのないように、普通のガソリンですとこういった青っぽいガソリンではない色になってますんで、これが青っぽかったら混合油だなということを確認しておいてあげてください。でこの混合油なんですけども、こちらの燃料タンクの方へ入れていきます。ここの蓋を開けてもらって、草刈りをするときはこちらへ混合油を入れていってあげるというようなことになります。まずタンクが満タンかを確認してあげてください。まあ、今回は満タンなのでこのまま使っていきたいなと思います。続いてエンジンをつけるときですね、ここにスタートと停止のスイッチがあるんですけども、ここをまず運転の方にしてあげてください。はい、続いてここにプライミングポンプっていうシュポシュポと押すポンプがあるんですけども、これを5回から10回程度、まあだいたい5回ほど 1,2,3,4,5 とペコペコ押してあげてください。次にここのチョークですね、ここのレバーがあるんですけども、チョークを締めていただくと、その次にこのレバー、こうしっかりと本体を右手で固定した状態でこの紐を引いてもらいます。そうするとエンジンがつきます。一度引いてみますね。これでエンジンが一応つきました。ここのチョークを締めた状態にしておくとエンジンが止まってしまうので、それを避けるためにチョークを開けてあげてください。今ちょっと止まってしまったんですけども、一度こうエンジンがついたらチョークを次開けてもう一度引いてもらう。これでスタートの準備が整いました。あとはこちらのレバーを引くことで、先端の刃が回ります。
これで、草刈りができる準備ができました。あと回転数、草刈り機の刃の回転数を変化させるためには握った状態で調整することで草の刃の回転数が変わりますので、刈りにくい時には回転数を高くしてあげてください。最後にこうエンジンを停止する時にはこの運転下に停止とあるのですが、このスイッチを停止の方へ押してあげます。これで一応エンジンが止まりますので、付け方と消し方は以上になります。はい、以上で、エンジンの付け方の紹介は終わるんですけども、続いて、草刈りするときの注意点についてまず、述べていきたいなと思います。まず草刈りするときにはこういったベルトをつけてあげた方が楽かなと思います。こう肩から担いであげるという形で使うんですけども、この形状態で草を刈っていきます。で、草刈りしてるときに一番危険なのが、これは今チップソーという刃を使ってるんですけども、鉄の刃ですね。こちらの場合やっぱりこう足とか手とか当たってしまうと大きな怪我につながりかねません。その原因としてはやっぱりこう近いところ、自分に近いところを刈るときにこういう刈り方をしてしまうとやっぱり足を切ってしまったり、あとはキックバックっていう現象があるんですけども、こう強く振っているとこうたまに跳ね返ってすることがあるんです、まあ、そういう現象になってこう自分とかで飛んでくるっていうことがあるんですけども、まあ、このベルトをしていればここで固定しているので、こう自分のところに飛んできても刃が当たることがありません。なのでこのベルトをしてあげるということは結構怪我につながりにくい状況を作れると思うので、こう手を離しても刃が自分のところへ飛んでくることはあんまりないので安全かなと思います。なのでできるだけこのベルトをつけてあげるのは大事かなと思いますので、よろしくお願いします。あとはそうですね、刈る時の注意点も先に言っておきたいなと思います。ここの四角の面を刈る時なんですけども、できるだけこう草刈り機は右から刃の回転上右から左へ振ってあげるっていうのが一般的になります。でこの右から左へ刈るときにしっかりと草を刈ってあげるというようなことになるんですけども、こう刈った草、刈り終わった草っていうのはこっちへどんどん溜まっていきます。左側へ溜まっていってしまうので、こう右側から刈ってしまうと次こっち側を刈ろうと思った時に今刈った草がここに全部溜まってしまうということが起きるので、こう重たくなったり刃の回転数が弱ってきたりしますので、なかなか刈りにくかったり体への負荷が大きくなったりします。まあ、それを軽減するためにもこの左側から刈っていってあげると、でその次に今刈り終わったところへ雑草を次またこう倒していくというような刈り方をしてあげると体にも負担がなく刈っていけるのかなと思います。まあ、それを意識しながら刈っていってもらったらなと思います。あとなんですけども、初心者の方でよくあるのがこの回転数を高くするとめちゃめちゃ刈れるんですけども、刃が高速で回転するので機械に振動がめちゃめちゃかかります。振動がかかるとやっぱりこう体への負担が結構あるので、草刈りやってる時はどんどん刈れるんですけども、こう終わった後に体がしんどくなって疲労があるとか、あとはまあ知らず知らずにこう疲れて脱水刈り方になってしまったりとかすることがあるので、できるだけ回転数は一定で、低めの方に設定してあげている方が、あとはまあガソリンの持ちも良くなりますし自分の体の持ちも良くなると思うので、そういったところを意識しながら草刈り機を使ってあげてください。あまり高速初心者でありがちなのがめちゃめちゃすごい音で草刈りをしているっていうことがあるんですけども、まあそれはめちゃめちゃしんどいと思うので注意してあげてください。はい、以上で注意点を紹介を終わります。最後に
草刈り機のちょっと実演ということで、まあ、あんまり草もないんですけども、少し草のあるところへ、移動して買っていきたいなと思います。そうですね、先ほど言ったようにこっち側から草を刈っていってこう倒していきたいなと思います。あんまりこっち側から倒すとやっぱり重たくなってしまうので、少し実践していきたいなと思います。まずここスタートの位置に戻して、でエンジンをかけてあげると、一度エンジンをかけたら簡単にスムーズに行くようになりますので、あとはこのアクセルを動かしていきます。こういった感じで草を刈っていくんですけども、ポイントとしてはできるだけこう腕の力を抜いていただくということがポイントになります。腕の力をこうガチッとしてしまうとこう力強くは振れるんですけども、めちゃめちゃこう体に負荷がかかってきてしんどいので、長時間刈ることはできません。まあ、そうならないためにこう腕は脱力してもらって、この握るところはしっかりと握ってもらう、その状態でこの機械の重さを利用して遠心力を利用しながら刈ってもらう。あまりここでグッと力入れるんじゃなくて、もう機械の重さでさーっとゆっくり刈っていく。これが結構長時間草刈りでできることのポイントになってくると思います。まあ、少ない面積で刈るんだったらいいんですけども、やっぱり草刈りっていうのは長時間使うことが多いので、できるだけ体に楽なように刈っていってもらうのがポイントかなと思うので、できるだけこう腕をリラックスした状態でこう遠心力を使って立っていってあげるというような感じが一番理想かなと思いますので、ぜひやってみてください。まあ、草刈りをしている時に石とか弾いたりするとこう目の方に飛んできたりするので、まあそういった場合にはサングラスであったり、あとこう防護マスクっていうのが市販のもので売ってたりするので、そういったものを買ってつけてあげるのも怪我につながらないポイントかなと思いますので、そういったのを使ってみてあげてください。はい、以上で草刈り機の説明を終わりたいなと思います。まだ果樹を栽培していく上でのポイントであったり、機械の使い方、まあ、いろんな栽培の技術であったり、そういったものを紹介していきたいなと思いますので、よかったらまたチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。